わしも城で多くの姫君を目にしてきたが、あなたほど美しい姫君は見たことがない。周りの方々はこの美しい姫君を守り旅をしておられるわけですが。なんだってエジーさん、お前さんにはこの馬姫様がちゃんと姫様に見えるんでガスか。たとえ馬になっても隠しようのない気品が姫から溢れとる証拠じゃの。よしって、なぜじゃ、なぜなんじゃ、ご老人、なぜこの馬が姫であることを見抜いたんじゃ。馬だと、それはまことか。姫君、少々失礼をば。このたてがみは、この毛並み、確かにお主らの言う通り馬だな。この通りわしの目は何も映さん。わしは心の目、すなわち心眼を通して周りを見ているのだ。わしの心眼が映すこの方のお姿は、姫と呼ぶのにふさわしい方なのに。どう見えてるんだろうね、このおじいさんからは。旅のお方、一体何があったのだ。差し支えなければお聞かせ願いたい。おいたわしや、呪いのせいでこのような姿に変えられてしまったのか。おお、そうだ、もしかしたらこれでなら元の姿に戻れるかもしれん。それは本当か、ご老人。してその方法とは。で、おっさん、いつの間に。いつの間にも何も、わしは最初から御社台におったじゃろ。聞くかどうかはわからぬが、そこの泉の水を口になさるがいい。その泉の水には呪いを解く不思議な力があるのだよ。お父様、見てください。ミーティアは人間の姿に戻りましたのよ。どうしたの、お父様。まさかミーティアは人間の姿に戻った夢でも見てるというの。これは幻なの。おお、あまりに突然のことで思わず言葉を失ってしまったわい。さあ、もっと近くに来てその愛しい姿を見せておくれ。お父様。おお、わしの可愛い姫よ。今まで馬車なんか引かせてすまなかった。つらかったろう。いいえ、お父様。つらいのはミーティア一人だけじゃありませんもの。それにミーティアはみんなのお役に立てて嬉しゅうございましたのよ。姫はけなげじゃの。どれ、わしも泉の水を飲んでちゃちゃっと元の凛々しい姿に戻るとするか。お父様。あ、どうした、姫よ。姫。はあ、姫よ。
なんという悲劇。結局、ぬか喜びだったのか。泉の癒しの力すらも効かぬとは。姫君にかけられた呪いは、よほど強力なものらしいな。泉がダメなら、残された手段はただ一つ。姫をこのような姿に変えたドルマゲスという道化師を探し出し、倒すしかあるまい。呪われし姫君を救えるのはお主たちだけだ。辛いだろうが、希望を失わず頑張るのだぞ。おお、風が冷たくなってきたようだ。わしはそろそろ帰らせてもらうよ。やはりドルマゲスを倒さないとダメなんですね。ごめんなさい。どうしてもあなたにお願いしたいことがあったのです。少しの間だけですが、ミーティアはここの泉の水を飲めば人間の姿に戻れると分かりました。だから時々はこうして泉に立ち寄ってくれるとミーティアは嬉しく思います。お城にいた時のようにまたあなたとお話ししたいのです。そうすればその時だけはこの忌まわしい呪いのことも忘れられますわ。あ、もう時間切れみたい。わしからも頼む。姫のたった一つのわがままを叶えてやってほしい。というかこれは命令じゃ。わかったな。よっしゃよっしゃ。では姫の気も収まったことだし、そろそろ行くとするか。おお、いかんいかん。大事なことを忘れておったぞ。さっきここで出会った老人こそサザンビークで聞いた西の森に住むローマ術師ではないのか。人違いでなければあの老人は魔法の鏡に詳しいはず。ここはぜひ家を訪ねて知恵を貸していただこう。はい、馬から2回目ですね。馬から人間の姿に戻ったミーティア姫のセリフ、もう一度読んでいただいて。ミーティア姫のセリフをもう一度聞いてもらうと、あるいは見てもらうと、一つ癖になっている言葉がありましたね。ネタバレはしないぞ。初見の方もいると思うんでね。あることは暗示してるんですけど、まあ、あること、これは結構国語的な感じだからな。国語得意な方じゃないと、ちょっと気づけないかもしれないけれども、まあ、初見だったら気づけないな。おお、やっぱ時間経つとこれ、また中身入るんだな。自分は魔物の香水だって。一回目の時は気づいてないっす。はい、気づけてないっす。今だからこそ分かっている。ことなんだけれどもね。まあまあまあですよ。まあまあまあ。さあ、じゃあおじいちゃんのとこにね、来ましたよと。おじいちゃん、あれ、いないね。おじいちゃん夜寝てるかな？あ、てかもう一回来ることができたから。はい、何も入ってなかった。よかった。中かな？あ、いた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 。やっ、ハロー。おお、泉で出会った旅人ではないか。よく来てくれたな。わしに聞きたいことがあるようだな。そうだ。パート17で、音量とか BGM の問題が、の話になって、で、そうそう、17のコメントがようやく来たんで、これパートいくつよ ?30 くらいになってると思うんだけど、かなりラグがあって申し訳ないんだけど、ゲーム音と、セリフ、一緒になっちゃってるから、3DS の場合の撮影の場合は、両方とも上げたんだけど、
BGM の方だけ、ドラクエ8上の設定で下げたから、セリフだけちょっと大きくなってるかなとは思うんだけど、どうだろう。自分の声がでかいのはもうこのまま。この設定はこれ以上変えられないから、自分の音量は変えられないから、ゲームの方で設定し直しました。また改めて、パート30まで来てまだ音量調整終わってないの申し訳ないんだけど、また何かあれば、遠慮なく書いてください。フラビウス王から王家の宝である魔法の鏡をいただいただと？おお、これはまさに太陽の鏡。わしがサザンビークで触れたものと同じものではないか。よくわかるな、触れただけで。しかしどうしたことだ。すっかり魔力を失っているようだな。おっと、説明がまだだったな。そなたが魔法の鏡と呼ぶこの鏡の真の名は太陽の鏡というのだよ。だが魔力を失っている今の状態では魔法の鏡とさえ呼べないがな。城にいる魔術師も鏡の魔力が失われたって言ってたでガスよ。それでじいさんに聞きに来たんでガス。鏡に魔力を宿す方法か。確か太陽の鏡は強い光を放つ呪文を受けてその輝きを増したとかつて聞いたことがある。どういう理由かは知らぬが、鏡から魔力が失われたのであれば、もう一度太陽の鏡である呪文を受けさえすれば、鏡は再び魔力を宿し、その輝きを取り戻すかもしれん。問題なのは、鏡を復活させる呪文がどんな呪文であったのかだな。おお、そうじゃ。海流が放つあの呪文があったか。この地の北に岩のアーチがかかった海峡があってな、そこに巨大な海流が現れると船乗りに聞いたことがある。海流の放つ呪文を受けた船乗りはあまりのまばゆさにしばらくの間目が見えなくなったそうだ。それほど強力な輝きを放つ呪文なら、鏡に再び魔力を宿せるかもしれんぞ。しかし成功するか失敗するかは、鏡を使って実際に海流の呪文を受け止めてみないとわからんがな。なるほど。なるほどね。海流ね。おじいちゃんありがとうございました。この情報を聞いて、まあ俗にフラグが立ったってことですね。やる気はないですね。この北って言ってたけれども、上下画面と海峡ね。アーチがかかってる。今船があるところらへんかな。まあ。探してみるかな。まあ、今回はここで終わりましょうかね。はい、ということでこのパートはここで終わらさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。